料、飯塚幸三氏は、その世界は最終的に財源を確保できずに死傷者を出し、何かの資格を失った。という自分の理解ではある。逆らいがたい壁を彼も越えることは、できなかった。おそらく今後も。去年から状況は様々に変化はしている。彼らには、悪い方向で、だ。それはアルエ派、ユダヤ教の王さえこだわった、最後の砦で、だろうか。特別な奴がいる。世界は理不尽である。だから。抵抗する先にあるものは、何か。今の状況で、自分にとってか、過不足ない、娼婦の代替えとしての、萌えキャラ、それは、絆あかり、その、キャラではある、が。それがどういう意図で生まれたキャラか？はたしょう謎ではある。ともかく特別が少し、奇妙さを伴ってこのキャラにはある。王の権威、それが、この萌えキャラになってしまったのか？是非の話。